はあ？引っ越しの手伝い？なんで今日になってそんな。引っ越し業者には頼まなかったの？ほうほう、それで？それで？なるほど。っていうかさ、今日中にって言ってもまだ荷造りもできてないじゃない。はあ、あとさ、今日一日でやんなきゃいけない理由あるの？もうちょっと計画を立てて進めらんないもんかな。もう本当に事情は分かったけど、まあそれはそれとして、とにかく二人じゃダメだよ。チームのみんなを呼ぼう。何が？見られるだろうね。ま、それくらい耐えてもらうしかないよね。というわけなの。何それ？あや、こういう大人になっちゃダメだよ。まあまあ、いつもお世話になってるんだし、今日はみんなで手伝ってあげましょう。ま、言いたいことはいっぱいあるけどしょうがない。困った時はお互い様ってことで。いやいや、そこまで言われると逆に照れちゃうな。うん、なに？嘘でしょ。成人が女装して全力のワンパン行くやつだよね、これは。絶対に許されない。最初は私一人しか呼ばなかったじゃない。どうするつもりだったのよ。いけるわけないでしょ。みんないろんな予定を変更してわざわざ集まってくれたんだよ。マネージャーさん、何のお仕事なんです？今すぐ行ってきて。ねえ、これおかしくない？うん、私もそう思う。まあまあ、マネージャーさんは私たちのために頑張ってくれてるんだから。ねえリコ、まずはどこからやる？そうだね、段ボール集めからかな。今日中に間に合うかな。暗くなる前に新居に搬入しないとだね。ご近所に迷惑かけないように。近所迷惑考えてる余裕なんかないんじゃない？それじゃプロの仕事じゃないでしょ。何言ってんの？プロはあんただけなんだけど。とにかく荷造りさえできてしまえばあとはなんとかなる。みんな覚悟はいい？とりあえず集めてきた段ボールに荷物を詰めていけばいいよね。さすが美晴、その通り。私車借りてくるね。はぁ、ちょっと休憩入れない？そうだね、喉乾いたかも。いや、移動搬入までを考えたら休んでる暇はないよ。
ちょっと本気？みんな美晴を見習って。わあ、このガムテープ切りやすい。ほら。いや、ちょっとマホロには無理かな。わかる。このテープすごく切りやすい。え？はや、あんたそっち側？さあさあ、どんどんトラックに積み込んで。はい、これで積み込み完了っと。ふぅ、やっと一段落。なかなかハードだね。リコ、掃除も終わったよ。よし、次は新居へ移動だね。美晴は隣でナビよろしく。他二人は電車でお願い。住所知らないんだけど。はい、これさっきマネージャーにもらったメモ。結構距離あるね。もしかしたら電車の方が早いかもしれないね。それじゃ、あや、マホロ、現場で会おう。あや、マホロ、現場で会おう。おう。現場で会おう。あや、あんた完全にあっち側に行ったね。よし、到着。はあ、スリル満点だった。マホロとアヤはもうついてるかな。とりあえず私は部屋の鍵を開けてくるね。おーい、リコ、ミハル。ちょうどのタイミングだったね。何？今度は何よ。みんな、いい知らせと悪い知らせがあるんだけど、どっちから聞きたい？じゃあ、悪い知らせから。わかった。悪い知らせはエレベーターがない。3階まで全て手運びになるね。へえ。じゃあいい知らせは、3階まで手運びなのでいい運動になる。何それ。ダイエット効果ありね。美晴、あんたほんと尊敬するよ。ほらほら、嘆いていても始まらないよ。無心で運ぼう。おお。ちょっと待って。なに？美晴、どうしたの？その足首。さっきちょっとひねっちゃったみたい。かなり腫れてる。これは休んでてもらうしかないね。そんな、私まだやれるのに。美晴、勇気と無謀を履き違えちゃダメ。わかる？3階まで階段で運ぶってのは、つまりそういうことなの。マホロたちもまあまあ負傷気味なんだけど。わかってる。みんな決して無理をしないで。そして動ける人は私に続いて、苦しくなったら私の背中を見て。リコ、どうしてあなたはそんなに頑張れるの？そこに物件があるからかな。これが引っ越しのプロ。これがプロの流儀なのね。リコがかなり頑張ったから。
引っ越しは一人だけの力でできるものじゃないからね。みんなのおかげだよ。仕事の方はどうだったの？うまくいきました？それが？ねえ、ためたな。本当に？でも4人分もおごりは大変でしょ？無理しなくていいですよ。いやいや、こういう時は豪勢に行かないと。ほら、あっちの焼肉に行くしかないでしょ。まずはビールかな？ね、みはる。そうね、ごちそうになります。